パトリオットミサイル発射の瞬間ドイツ空軍のパトリオット発射機偽装したドイツ空軍の発射機パトリオットミサイルはアメリカ合衆国のレーセオン社が民 -14 ナイキハーキュリーズの後継としてアメリカ陸軍向けに開発した広域防空用の地対空ミサイルシステムであるミサイル防衛では終末工程に対応し20から 30km の範囲を防御する 湾岸戦争時にイラク軍が発射したスカットミサイルを撃墜したことにより有名になった。米国のほか日本を含む同盟国など世界10カ国以上で運用されている。パトリオットミサイルは厳密にはミサイルそのものを指すが、付帯するミサイル発射システムを含めてパトリオットミサイルと呼ぶ場合もあるため、本港では発射システムを含めて解説するミン。民 -104 は、 ミサイルの形式名称、パトリオットはその愛称で、フェイズドアレートラッキングレーダーツインターセプト音、ターゲットの頭文字を取ったものと言われている。パトリオットは英語で愛国者を意味し、言語での発音をカタカナ表記すると、ペートリオットに近い。日本の報道機関では、パトリオットの表記を用いるが、航空自衛隊など日本国政府公式資料においては、 英語の発音に禁じしたペトリオット表記を用いている。パトリオットミサイル発射システムはトレーラー移動式のシステムであり、一つの射撃単位はパトリオット発射中隊によって運用される射撃管制車両、レーダー車両、アンテナ車両、情報調整車両、無線中継車両、最大で8両のミサイル発射機トレーラー、電源車両、再装送転送地不運搬車両、 整備車両という10台以上の車両により構成される。これらの車両が自走して野外に発射サイトを設営後、射撃体制が整う。1個大隊は指揮所運用中隊、整備補給中隊及び最大で6個の射撃中隊から編成される。ナイキの発射システムよりも省力化が図られている。交戦時に人員が配置されるのは射撃管制車だけで、無人となったレーダーや、 発射機等は射撃管制車からの遠隔操作によって制御される。システムは複数の機材から構成されており、有線無線によるインターフェースにより連動している。航空自衛隊の AN-MP9-53 フェーズドアレイレーダーレーダー装置の形式名称は AN-MP9-53 または AN-MP9-65 である。RS は C バンド体の電波を用いるフェーズドアレー、多機能レーダーである。目標の捜索、追尾のほか、IF、ミサイル誘導なども行う。1校射体あたり1台の RS が配備される。運用中は無人となる。アン・ MS9-104 射撃管制装置の形式名称はアン・ MS9-104 またはアン・ MS9-132 である。 一射撃中隊に一台が配備され、RS からの情報を処理し、溶撃命令を下す。米軍の ECS シェルターは、M9275 トンカーゴトラック、または、軽中量戦術車両カーゴトラックの2台に搭載された状態で運用され、二名のオペレーターが操作する。航空自衛隊では73式大型トラックを回収したものを使用する。主要な機器は、 新型兵器管制コンピュータ、発射機関通信リンクターミナル、UHF 通信機、UHF 通信ルーティングインターフェース装置、二人分の操作コンソールである。最大16台の発射機を接続でき、同時に8台の発射機を制御する。発射機との通信は VHF 無線、または光ファイバーによって行われる。RS とは有線でインターフェースする。 情報調整装置の形式名称は、a n m s q 1 1 6または、AN-MS9-133 である。1校舎軍に1台の ICC が配備され、0下に6台の ECS を置く。ECS と外観は、ほぼ同様であり、2名のオペレーターが登場する。上位組織及び早期警戒管制機との連接が可能。ECS とは、 UHF 無線によってインターフェースする。無線中継装置の形式名称は、AN-MRC-137、または、AN-MRC-147 である。ECSICC 間の通信で、UHF 無線の見通しが取れない場合、c r g を間に挟んで通信を中継する。ECSICC 間の通信は、 パディールというフォーマットで行われており、音声、データが多重化されている。なお、日本では山岳地であることを考慮して、優先接続にて ECSICC 間の通信ができるよう、独自回収が行われている。アンテナマストグループの形式名称は、OE-349MRC である。ECSICC び CRG はそれ単体では、 UHF 無線通信が行えない。a m g はいわば外付けの UHF アンテナであり、それぞれに接続されて運用される。航空自衛隊の M901 発射機発射機の形式名称は M901 である。M901 発射機では最大4発のミサイル、M902 発射機では最大16発の PAC-3 弾を搭載する。ECS とは シンスガーズ無線機、または光ファイバーによってダルーを通してインターフェースする。15kW-400Hz 発電機を1機持つ。1パトリオット渋滞は5から8機の発射機を運用する。LS は専用の発電機を搭載している。EP3 発電プラント。M977 ヘントに搭載。150kWAC208V-400。400 ヘルツを供給するディーゼルエンジンが2機。283.9リッターの燃料タンク2個。太い給電ケーブル。ECS と RS には EP3 により電力を供給する。ICC と CRG には f p により電力を供給する。また AMG には接続されている ECS、ICC または CRG から電力供給を受ける。 航空自衛隊仕様は日本国内開発のガスタービン発電装置に改良されている。開発当初は1990年代の航空脅威に対処する性能とされていたが、経年による脅威変化などに対応するため各種の改良が施されている。配備当初の携帯、PAC-1 携帯は初期型の XM やソフトウェアなどを回収したものである。 PAC-2 形態は弾道ミサイルの迎撃任務に対応して弾頭の破壊力などを向上したものである。湾岸戦争で使用され、イスラエルやサウジアラビアへ発射されたスカットミサイルを迎撃した。それぞれの迎撃率はアメリカ軍の発表によればサウジアラビアで70%、イスラエルで40%であるが、実際にはこれよりも低い確率だったのではないかと見られている。 これは、PAC-2 ミサイルが爆発で飛散する破片によって目標を破壊する方式であったため、弾道ミサイルに命中しても弾頭の機能を無力化できずに被害が出る場合があったことによる。また、現地時間の夜間に PAC-2 によるスカットミサイル迎撃の様子を日本のテレビ向けに撮影していた際、スカットミサイルを迎撃するために発射した。 PAC-2 弾頭が発射した数秒後に誤作動で爆発し、残った一部が火の玉のようになって民間人の居住地域に落下してしまい、その地点の周囲の住民と家屋に被害が出る映像が流されたこともあった。湾岸戦争で実戦投入された PAC-2 に発見された不具合に対し、物理的、ソフトウェア的に応急的な対処を施した形態。 主な変更点は、レーダー装置の不要放射を抑制する、レーダーシュラウドの装着、GPS を利用した自動事故位置表情装置の搭載による、縁展開作業の自動化などである。PAC-3 弾を搭載する M902 発射機弾道ミサイルへの対象能力を本格化するため、さらなる能力向上を図った形態。変更の内容は、 PAC-3 段の採用、RS の目標識別、創作能力の向上、通信能力の向上などである。PAC-3 形態は、最初から完成された状態で配備されたわけではなく、PAC-3 コンフィグ1と呼ばれる形態から始まり、現在米国で配備されている最新の PAC-3 コンフィグ3形態へと至っている。 ハードウェア的な回収項目としては、レーダー装置の目標識別計算装置の追加や、抗体域波形装受信、処理装置の搭載、レーダー送信機の増幅用進行波間の並列搭載化によるデューティーの向上、また ECS や ICC、CRG では、新型のルライ U、新型通信多重化装置、これに伴う通信能力の向上などがある。特に、RL、 駅によって発射機をより遠くへ設置できるようになり、弾道弾に対する防護範囲が向上している。日本が地対空誘導弾パトリオットで導入を進めているのはこの最新の形態である。なお、ミサイル自体の名称である PAC-3 と混同している文献があるが、地上装置とミサイルは別の形態名称で呼ばれており、注意が必要である。なお、コンフィグ。 3へと携帯が進化した際、RS、ECS、ICC、CRG、LS の形式名称が変更されているが、これは、それぞれが搭載する機材が、能力向上に伴って大幅に変更されたためで、ある。ミサイル概要初期型であるミン -104A が、アメリカ軍に引き渡されたのは1984年からで、あるが、蓄次近代化改修がされている。 それらは PAC-1、PAC-2、PAC-3 PAC という3つの世代に大きく分けられることが多い。PAC はパトリオットアドバンストケーパビリティの略である。内気ミサイルに比べて射程の延伸、単 ECM 性やジャミング機構の向上、低高度目標撃墜能力の付与といった機能向上がなされている。パトリオットで使用されるミサイルは、 以下の通り、パトリオットでは TVM と呼ばれる誘導方式が取られている。これはミサイル発射後 RS から TVM レーダー波を目標へ照射し、その反射波をミサイルが捉えながら誘導を行う方式である。以下に概略を示す。ミサイル発射後 RS から目標へ TVM 波を照射する。ミサイルシーカーで TVM 反射波を受信し RS へ。 ダウンリンクする。RS からの情報を ECS で処理し誘導計算を行って RS からミサイルにアップリンクとして誘導情報を送信する。週末誘導では目標からの TVM 反射波を追ってミサイルは目標と快適する。TVM 方式は ECM への対処を重点的に考えられた誘導方式であり、その内容は複雑である。 コリレートトラック、セミアクティブトラックとも呼ばれる。なお、PAC-3 弾は、自らのシーカーでレーダー波を出しつつ、目標と快適するため、t v m 誘導は行われていない。PAC-2 ミサイルの誘導性能などを向上し、航空機及び巡航ミサイルなどへの対応能力が高められた。PAC-3 の弾道弾ミサイルへの直撃。 煙を引いているのは悪夢の噴煙。この図では右上の物体が PAC-3 となっているが誤りであり、左下から上昇してくる物体が PAC-3 である PAC-3 弾のシーカー、誘導部隊弾道ミサイルとして開発がほぼ終わっていたエリントミサイルをすでに発射機として実績があったパトリオットの 発射システムに乗せたのが PAC-3 である。PAC-3 弾は PAC-2 シリーズより直径が細く、今までは1発が入っていたミサイルキャニスターに4発が格納できるため、1発射機あたり PAC-3 弾を最大で16発搭載できる。小型化されたことにより、対抗空気への射程は半減した。 弾道ミサイル対処時は、近接進艦だけではなく、ヒット2キル、つまり PAG-3 弾の弾体全体を、目標の弾道ミサイルに直接衝突させ、その運動エネルギーによって、目標を粉砕破壊する方式が採用されている。また、動力による、姿勢制御だけではなく、悪夢と呼ばれる、サイドスラスターを全部に装備しており、 動力での制御が効きが対抗高,高度での機動性を高めている。最終誘導はカバンドのアクティブレーダーシーカーにより行われる。航空機や空対地ミサイル、巡航ミサイルの対処時はリサリティエンハンサーと呼ばれる弾頭を使用する。これは直撃寸前時に弾体の同型方向に低速で 225g の金属ペレット24個を放出し、 見かけ上のミサイル同型を増加させて、対処能力を向上させたもので、従来の破砕飛散型弾頭とは、根本的に設計思想が異なっている。PAC-3 は、航空機や空対地ミサイルに対する対処時の射程のみ、従来の PAC-2 シリーズに譲るものの、弾道ミサイル対処能力を合わせ持つ、複合型防空システムにパトリオットシステムを生まれ変わらせた。 PAC-3 段の性能向上型として、ムズの開発が進められている。これは、ロケットモーターとソーダフィンを変更することで、最大50%の射程の延長と機動性の向上を目指したもので、2011年5月には発射実験に成功、2012年12月には迎撃実験に成功している。派生型として、 射程遠心型 PAC-3 弾を用いた自走式野戦防空システムである中距離拡大防空システムがある。開発レーセオン・ロッキードマーティン共同 PAC-3 弾の発射、制御などに対応するため、次に上げる回収が地上装置側に行われる。射撃管制装置搭載のソフトウェアの更新、PAC-3 弾とのテレメトリを行うための インターフェースである FCS の追加、発射機に搭載されている制御装置であるレムをエリスに更新したを電気的に接続するための誘導弾ケーブルに加え、PAC-3 弾を4発収めたキャニスターを電気的に接続するための GM ケーブルを追加。また、Config2 携帯 A の回収時に追加された統合戦術情報伝達システムを使用し、 l ルバンドの TDMA 戦術データリンク、ネットワークである、リンク16に接続して、弾道弾の迎撃に必要な情報が入手でき、また、ネットワークに対して、情報を提供できるようになる。また、更新されたソフトウェアによって、テイラード弾道ミサイルサーチ機能が追加された。これは、あらかじめ戦術ドクトリンに従い、弾道弾の発射予想点及び防御すべき範囲を、 座標として入力し、また、弾道弾の射程などを指定することにより、ソフトウェアアルゴリズム側で、レーダー装置の捜索ビーム方向や、パルス幅を自動で最適な状態にすることで、弾道弾に対する捜索距離を従来ソフトウェアよりも、向上させるものである。パトリオットミサイル PAC-3 のソフトウェア向上は、現在も続いており、対レーダーミサイル、UAV、 巡航ミサイルを識別できるようになっている。ただし、これはレーダーで取得した情報から直接的に目標の種別を識別するものではなく、オペレーターの操作による目標種別の手動変更、または飛翔パターンからのアルゴリズムによる推定である。パトリオットミサイルを運用する国ドイツギリシャイスラエル、日本クウェートヨルダンオランダカタールサウジアラビア、韓国スペイン台湾にアラブ、 主張国連邦アメリカ合衆国1991年の湾岸戦争ではパトリオットが実戦使用された。成果については諸説ある。在日米軍では沖縄県のカデナ空軍基地とカデナダミアクコ地区にテキサス州フォーとブリースから PAC-2 弾及び、及び PAC-3 弾を装備する米陸軍第一防空砲兵連隊第一、大隊が移駐した。式。 統制は、ハーイ州、ホートシャフターに所在する、第94メートル陸軍防空ミサイル防衛コマンドが、行う。人員約600人の同大隊は4個、砲兵中隊を有しており、発射機は1個、中隊6機編成で、計24機が配備されている。韓国では2002年から、韓国空軍のナイキハーキュリーズの後継となる、長距離地対空ミサイルを選定する。 韓国庁距離地対空ミサイル計画を始めた。その中で PAC-3 が候補になったが、レーセオン社の提示した価格が2個大体で3兆4000億ウォンという高額だったため断念した。その後、2007年にドイツ空軍から余剰の PAC-2 を購入することが決定し、中古の PAC-2 発射機48機とレーダーを購入した。 レーセオン社によるシステム改良を経て2008年から配備されている。2011年12月21日、フィンランドのことかに停泊していた英国籍の貨物船から69発のパトリオットが発見された。当初、中国への不正輸出が疑われたが、韓国への正規輸出品であることが判明した。現在、台湾では台湾空軍が PAC-2 弾を200発配備している。中国軍が東風 -11 を台湾に向けており、そのための対抗手段とされている。今後、PAC-3 弾と運用するためのシステムをアメリカから輸入する予定であるが、立法院は PAC-3 の新規購入でなく、PAC-2 から PAC-3 への改造についてのみしか予算承認していない。 2012年に一つの PAC-2 システムのアップグレードを完了した。台湾はまた台湾の防空能力を強化するための4つの新しい PAC-3 ミサイルユニットを購入している。なお、パトリオットミサイルの中国語訳は英語名からの地区語訳で愛国者被弾とされている。2015年、サウジアラビアは隣国のイエメン内戦へ軍事介入した結果、 イエメンの反政府勢力風刺より数十発のミサイルの攻撃を受けることとなった。風刺側が使用したミサイルは主にスカットを改造したものなどであったため、サウジアラビアは北部油田地帯に展開していたパトリオットミサイルを移動させて対応し、多くのミサイルの迎撃に成功している。2018年初頭時点でサウジアラビアが保有しているパトリオットは PAC に及び PAC3 であるが、後者は実戦配備に至っていないとの観測があり、多くは PAC に似て多用したものと考えられている。航空自衛隊の M902 発射機日本では、ナイキハーアキリーズの後継として1989年度から、航空自衛隊の後者部隊に地対空誘導弾ペトリオットとして配備が開始された。校舎共同体を川切りに1996年度に、 全国への配備が完了した。実動部隊の6個校舎軍24個校舎隊と、教育支援部隊の校舎共同隊が、北は長沼町から、南は南城市にかけて配置されている。自衛隊の装備としては、航空機に対する迎撃任務に加え対談同団迎撃装備としても位置づけられており、海上自衛隊のイージス艦の迎撃ミサイルで、万が一に打ち漏らした場合に、 ハイビーチから数十キロ程度の範囲内で、高度数十キロの上空で迎撃する役割を担っている。弾道ミサイル迎撃用の PAC-3 については、米国において弾道ミサイル防衛対応の PAC-3 弾が開発を完了した後、日本では日本版 BMD の一つとして、2007年3月30日に埼玉県の航空自衛隊る間基地に所在する。 1> 第1校舎軍第4校舎隊に最初に配備された。当初は3個校舎軍、第2、第4に限定して配備する計画であったが、北朝鮮の弾道ミサイルの脅威に対応すべく他の3個校舎軍にも配備する方針を固めた。副次的産物として、異なるに形態のシステムを維持管理するよりも、補い用部品の調達一本化や、隊員の教育などの面で有利である。 PAC-3、コンフィグ3形態が配備される各校舎隊の発射機のうち2機が PAC-3 段の搭載、運用に対応し、残りの発射機は従来の PAC-2 ファミリー弾のみに対応する。なお、M902 発射機は PAC-3 段とプリパック -3 段の両者に対応するが、根載運用はできない。なお、 パトリオットは導入した国によって管轄する軍種が異なり、陸軍所管の国と空軍所管の国に分かれているが、日本では航空自衛隊の管轄となっており、航空自衛隊の校舎部隊のみが装備している。北朝鮮ミサイル発射対応2009年4月5日の北朝鮮によるミサイル発射実験に際しては3月7日に弾道ミサイル破壊措置命令が発令されていたが、随尾。 解析の結果、日本へ落下しないことから迎撃は行われなかった。PAC-3 は、ミサイルの発表予定軌道に近い岩手県の2カ所、岩手山中演習場と秋田県の3カ所、荒谷演習場、航空自衛隊下も分屯基地に、浜松基地から清水港などを経由する経路で配備された。また、市ヶ谷駐屯地、朝霞駐屯地、奈良市の中屯地へも移動配備された。 イルマ基地から朝霞駐屯地と、市ヶ谷駐屯地、奈良市の中屯地から市ヶ谷中屯地、霞ヶ浦分屯基地から朝霞駐屯地へと移動した。2016年頃から北朝鮮による事前に発射の兆候がつかみにくい、移動式発射台でのミサイル発射が相次いだことを受け、破壊措置命令が常時発令の状態となっているため、24時間体制で迎撃準備に当たっている。 北朝鮮ミサイル発射対応に見る現状の配備状況2009年に行われた北朝鮮のミサイル発射実験に対して政府は落下物があった場合の備えとして政府加盟により自衛隊ではミサイル防衛を行った。また行政当局は全国瞬時警報システムを実際に稼働させた。この際の様々な事例から個々のソースでは判別しない状況が炉になった。 2007年度に第一校舎軍配備、2008年度に校舎共同体と第20科学校配備とされていた部隊は必要とされた時期にフルスペックでの展開を行えなかった。発射装置は各1台単位であり、今回は撃破目的でなく破壊目的であったため PAC-3 のみが展開したが訓練弾まで搭載するもしくは少数のみ。 搭載するほどのミサイル団体の装備状況と見られている。これらは予算措置上、システム導入費と別立ての弾薬など購入が、未だゆっくりとしたペースでしかなされていない姿を露呈したことになる。軍事評論家の江畑健介によれば、射程1000から1300キロ、弾頭重量1トンの順中距離弾道弾のドンは、ミサイルサイロ以外にも輸送機率発射機、または、 貨物船風の工作船からも発射可能であり、近年その保有について議論に上がってきている自衛隊の敵基地攻撃能力では完全な法則、制圧することが困難であると推定されている。性能的にもある程度の命中精度、実用上の十分な信頼性を持ち、かつ2から300機規模といわれる配備状況に対して MD の終末迎撃能力は現性能では、質、 両共に構築途上であり、十分とは断定できないことが、各所報道によって報じられている。このように多くの問題が指摘されたものの、現状の把握と今後の発展の可能性、必要性、問題点の洗い出しができたと評価する声も見られる。今後の発展自衛隊としては、パトリオットシステム自体が一国を射隊あたり4から8個、射撃装置の完成が可能であることから、 現状5プラス1機の発射機造成が政治的に決断されれば1個校射体単体で3カ所から優先での連接で首都圏水曜部程度の面積に対して36から48目標対応可能な編成を取れるシステム上調性を保持している。また現在ではあえて逆に1校射体の発射装置 LS を4機に抑えて全24校射体での弾道弾迎撃を可能と する体制の構築が図られている。従来、6個校舎軍、24校舎隊、更新、6個校舎軍、16校舎隊、現在6個校舎軍、24校舎隊、従来型の整備の追求予定すでに2009年末で、第1、第2、第4校舎軍への配備が完了していたが、2013年4月より、南西諸島の第5校舎軍への配備が開始された。 さらに延長して、ミズタイプの能力向上型の増備までの対応においては、新たな部隊編成を必要としないが、THAAD ミサイルなどの新しいシステムの場合は、高い能力と引き換えにさらに高額な導入費に、加えて部隊編成まで必要になってくる。十一世紀初頭より登場した超音速、極超音速ミサイルと弾道をプログラム可能なミサイルの登場により、 パトリオットシステムの 20km 程度の射程は迎撃準備すら困難になる可能性がある。前者に対しては常時起動していない。パトリオットシステムは配備値であっても場合によっては打つ前段階から迎撃失敗が確定し得る。後者に対しては迎撃予想が困難であり発射できない可能性がある。2013年12月に閣議決定された。 中期防衛力整備計画では PAC-3 ムズの導入が明記された。2018年12月に閣議決定された中期防衛力整備計画では6個公社軍24個公社隊体制から4個公社軍24個公社隊体制に転換予定。ありがとうございます。